スタンドアップ VTV078 第78回です。今回はトレード開封動画をお送りしたいと思います。今回のお相手はこちらの方です。キングダムハーツ71003さん、キングダムハーツ71003とのトレード開封になります。ではこのメールに配達サービスの方で送っていただきました。テープだけですので、できれば次からはと返していきます。では、出しましてローキューブのスリーブですね。あとトワルのスリーブ、これは何ですか、新恋姫無双、はい、のスリーブとトワルのスリーブに入れてくださっています。ありがとうございます。嬉しいです。はい、こちらは 5Ds 遊戯王ですね。遊戯王の 5Ds のスリーブに入れてくださっています。ありがとうございます。はい、ではめになって思います。それでははい、じゃあ、オリパの方から開けていきたいと、紹介していきたいと思います。はい、ファタリテートありがとうございます。どんなシュラク、ランバウお、これはあれですね、ブラスターダークですね。ありがとうございます。これ嬉しいです。はい、そして、フルバ、これファーストバンガードですね。シャドウバラニーのファーストバンガード、はい、ありがとうございます。そして、バイブカー、これも結構、重要なカードですね。グレード3、これを使う方も結構多いかと思います。シャドウパラディンのおまけの方をつけていただきました。ありがとうございます。レアが3枚もあります。ありがとうございます。それでは、メインの方を公開していきたいと思います。このように全部ですね、遊戯王の 5Ds のスリーブに入れてくださっています。かっこいいですね。これ何でしょうか、ちょっと遊戯王はあまり詳しくないのでわかんないですが、かっこいいですね。これドラゴンでしょうね。はい、では、公開したいと思います。ドン、ヒートネイルサラマンダ、ありがとうございますが、1枚、2枚、3枚、そしてで、ナイトメアドールアリスが、1枚、はい、そして、これはなんだ、暗黒の盾アクリルが、1枚、2枚、はい、そして来ました、漆黒の乙女マーハですね。大人気のマーハです。こちらが1枚、2枚、3枚、して、5枚ですね。全てで5枚です。はい、このようにこのような、カードを送っていただきました。はい、ですね、たくさん、結構たくさんになりましたね。はい、これで、メインは、4段のカードですね。こちらの、ヒートネイルサラマンダーや、マーハですか、マーハとあとはこのマクリル、この辺を、メインで、トレードしていただきました。あとですね、僕の方が、ピールムーンの、アリスとかピールムーンのカードを割と最近集めていますので、シャドウパラディンとピールムーンですね、カードを集めていますので、アリスの方もトレードさせていただきました。それでは、今の、こちらの方、キングダムハーツ71003のとのトレード開封動画をお送りしました。それではまた。 VTV ライド。